もしもし、テレフォン人生相談です。お世話になります。はい、今日はどういったご相談ですか？子供のことなんですけれど、はい、結婚して、はい、そして離婚して、はい、その後一人で一軒家に住んでるんです。はい、そしてその一軒家のローンを抱えて、ええ、子供の養育費を払うと納めて、はい、頑張って4年くらい来たんですけれど、はい、やっぱりちょっと無理だからって言って家の方を考えようっていうか、はい、不動産の方を売りに出したいようなことを言ったんですよね。はい、それで私たちも年齢が年齢なので、はい、応援するっていうことはちょっと厳しいので、どういう方法を取ったら良いのか、はい、ちょっと地方なので、ね、ちょっとそうは行かれないし、はい、それでちょっとご相談をと思って。なるほど。あなたおいくつですか？70です。ご主人いらっしゃる？はい、75です。で、ご長男ね。はい、はい、男の子2人です。男の子さんがお二人いらして、それで上の子です。ご長男の方ですね、はい、現在何歳ですか？43です。43歳、はい、はい。下のお子さんは？41です。上のお子さんは結婚して離婚して、はいはい、で、一人で一軒家に住んでらっしゃるのね。はい、で、その一軒家っていうのは、はい、結婚なさってる時に住まれてた家ね、はいはいはい。で、結局まだローンが残っちゃってるっていう形なんですよね。はいはい、で、ご結婚なさったのは何年前ぐらいですかね？10年くらいです。10年前？はい。そして約9年ぐらい結婚生活してたんです。あ、そうですか。それで離婚してから今4年目ぐらいということですね。はい、4年とちょっとくらいです。はい、その時に設けられたお子さんは2人です。お二人で、はい、男の子さん女の子さん。女の子です。女の子さんお二人、はい、2人。はい、そのお子さんはおいくつとおいくつですか？5年生です。5年生と今年1年上がります。あ、1年生で、その相手の方、はい、元の奥様の方は、はい、やっぱり離婚されてから、はい、この4年間、はい、お一人で生活されてんのと思います。子供を2人連れて。で、そのそちらの方は例えば、はい、ご実家に戻られたとか？いやいや、自分でアパート借りてるみたいです。ああ、なるほどね。それで自分でお勤めもしてる感じです。なるほど。で、どなたかともう再婚されたってこともないわけね。はい、ないんですね。はい、はい、そうすると今そのご結婚されて離婚されて4年目までの間に、はい、要するにローンと、はい、大きく言うと、はい、ローンと養育費が、まあ、ええ、もう大変だという話で、はい、ちなみに今手取りで、ええ、23万らしいんですよね。はい、それで養育費を10万払って、はい、それでローンは11万らしいんですよね。そして賞与の部分は2回の賞与はそれを1年に流して自分の生活費の中に含めているみたいで、それでやってきたみたいです。そうですよね。手取り22、3万で、はい、11万ローン払って。そうなんです。どうしても足らなくて、賞与は、うん、2回分の賞与は自分で全部。生活費に。そうなんです。流してやって頑張ってきたんですけれど。その賞与ってどれぐらいあるんですかね？それが最初多かったみたいなんですけど、はい、2回合わせると、前は200万くらいあったんですけど、まあ、だいたい200万くらいだったのが、下がっちゃったみたいな話ですよね。はい、はい、はい。これで生活を全部されてる。一応やってたんですけれど、もろもろの費用がかかったり、いろいろでどうしても一軒家に住んでても無駄じゃないかしらんっていう相談を受けたんですけれど。なるほど。で、この4年間は、とりあえず、その養育費もちゃんと払って、はいはいはい、頑張ってきて。ローンもちゃんと払って、はいはい、今その借金みたいなものはないの。ないです。ないのね。わかりました。そこで、はい、そのローンのまだ、あ、ローンってどれ？ローンが残ってるんですよね。うん、それで不動産を、その家を手放すには、うん、どういうところに、そのローン残ってるって、どれぐらい残ってるのかな？2200万くらい残ってるみたいな。2200万。はい、はい。これ自己資金だけでなさったの？それが、
よくそこのところは私たちも全く分かんなかって、とにかく向こう向こうでやっちゃったから。で、離婚されてる時もちゃんとその今養育費を払ってらっしゃるということは裁判をされたんですよ、はいはい、裁判された？いえ、しません。調停だけ？自分たちであれして。あ、自分たちで。はい、はい。で、その時に、離婚の時に、だから財産も分けとか。それは、子供の養育費だけ払ってもらえればね、いりませんってことだって。養育費だけを払うので、慰謝料とか、その他もろもろは全くなく、その、養育費だけ払ってもらえば、ローンが残ってるけども、家もあなたのにあげますよ。はいはいはい。って言われたわけ。はい、はい。そのローンを抱えて自分でアパートに入っても同じようなあれになるのかしらんと思って、うん、なるほどね、それ心配してんだよね、まあ、その辺のことを含めて、はい、じゃあ今日はですね、はい、弁護士の塩野谷孝之先生に伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。あなたの息子さんね、はい、手取りで22、3万円で、はい、養育費が10万、はい、で、ローンが11万、はいはい、まあ、ボーナスが出るにせよ、はい、やはりちょっとかなり無理があると思うんですよね。うん、で、まあ、あなたのご相談は、はい、まあ、その家を手放した方がいいんではないかと、そのためにどうすればいいかっていうご相談なんだと思うんですけどね。はいはい、その前にね、はい、一つね、養育費が10万っていうのは、はい、この収入からするとね、はい、ちょっと多いかもしれないですよね。あ、そうですか。うん、だから、そこはもしかするとね、実情をきちんと話をして、別れた奥さんの方とね、はい、話をして、はい、少し、こういう状況なんで少し減らしてもらえないかとか、はい、まあ、そういうような話はできるのかもしれない。そこは、まあ、一つ選択肢として持っておいた方がいいかもしれません。はい。はい、うん。それで、まあ、ローンの方なんですけどね、はい、まあ、一つはね、ローンの金額自体をね、はい、見直すっていう方法が一つはあると思います。はいはい、これはまあ銀行であれば、まあ、銀行、銀行以外の金融機関であればその窓口に行ってですね、まあこういう状況なので、はい、少しその返済額を見直したいと、はい、いうことを話をして、金額を少し下げてもらうとか、はい、あるいはローンの借り換えというふうに言ってね、はいはいはい、別の銀行から新たにローンを組んで返済額を少し圧縮をして負担を楽にしてもらうとか、はい、そういう方法も、まあ、あると思うんで、そこも、はい、そういう方法もあるということを念頭に置いておいてください、はいはい、うん、それでね、まあ、もうそんなことじゃなくてもうここに住んでること自体がね、はい、もったいないし手放してしまいたいということであれば、はい、この不動産を売却することはできます。うん、で、はい、うん、で、売却するときに、はい、一体いくらで売れるのかっていうのが一番問題なんですよ。はい、それですよね。はい、で、これはね、はい、うん、考えててもしょうがないですから、はい、不動産屋さんに行ってね、はい、まあ、条件によってはこの不動産を売却したいんだけれども、はい、大体いくらぐらいで売れるでしょうかと、はい、いうことを相談をしてみてください。あ、はい、うん、そうするとね、業者の方で、大体このぐらいの金額だったら売れると思いますよっていう、いろいろな資料をもとにね、はい、そういう、査定をしてくれます。あ、はい、見積もりを出してくれますんで、はいはいはい、それで、それを見た上で考えた方がいいと思うんですよ。あ、はい、で、もし、その評価額がね、はい、残りのローンの金額を上回ってるようであれば、はい、あ、そんなに難しいことではなくてね、はい、例えば、残りが2200万円で、はい、2500万円で、この物件が売れればね、はい、まあ、手元に300万円残るわけですから、はいはい、まあ、仲介手数料とか税金とかいろいろかかりますけれども、はいはい、まあ、普通に売却をすれば済むことなんですよ。はい、うん、で、問題は、その、はい、残りのローンよりも、はい、売れる金額が少ない場合なんですけども、はい、これはね、ローンのついてる不動産を売るためにはね、はいはい、その銀行の担保を外してもらわないといけないわけですよね。あ、で、銀行はお金が全額返ってこないと担保は外しません。はい、だから、はい、残りが2200万円であれば、はい、2200万円全額払わないと、銀行は、はい、基本的に担保は外してくれないんですね。あ、はい、で、買い主さんの方もね、はい、売却した時の買い主さんの方だって、はい、担保がついたままの不動産じゃ誰も買わないですから、はいはい、うん、そうすると、あくまで担保を外してもらうのが条件ですよっていう話になるんで、はい、うん、だから、売れる金額よりも、残ってるローンの方が、多い場合。はいはい。ね、残ってるローンよりも、売れる金額が少ない場合には、
これを売ろうと思った場合には、いくらかね、自分で、はい、お金を足して、はい、で、売るしかないと思うんですよ。あ、はい、だから2200万円のローンが残っている。でも不動産を、が2000万円でしか売れないっていう場合には、はい、200万円をね、うん、プラスして、はい、売ると。はいはい、それは本人ができれば本人がやるし、はいはい、もし親御さんの方でそこを助けてあげられるんであれば、はい、そこのね、差額の部分を出してあげて、うん、そうすれば、はい、生活が楽になりますからね。はい、だからそうすれば、まあ、生活が楽になれば、例えばじゃあ親御さんの方が出してあげて、はい、その分を少しずつね、息子さんから返済をしてもらうとか、はい、返してもらうとかってこともできるでしょうし、はい、うん。だからそのあたりを考えるにしても、はい、一体不動産がどれぐらいの価値なのかと。はい。それを第一、先に話しに行かなくては。そうですね。はい。うん。で、不動産屋さんの方もね、はい、そういう相談には、割と親身に乗ってくれると思います。あ、そうですか。不動産屋にしたってね、そういうものが、はい、もし売れればね、手数料も入ってくるんで、そうですね、不動産屋にとってもそういう相談を受けること自体が悪い話じゃないですから、はい、はい。それが地方だからちょっとね、うん、なかなかわかんなくて、私も。まあ、それは息子にやりすればね、そうですね。息子が買ったんだから、うん、そこに行けばいいってことですね。そうですね。はい、わかりました。うん、あるいはね、はい、それで、はい、いや、実際にこれ売ってみないと分かんないよっていうこともあるんでね。はい。その場合には、もう実際に売りに出すというのも一つの方法だと思います。はい。うん。はいはい、で、もし買い手が、いい値段での買い手がつかなければ別に売らなくたっていいわけです。はい、売りに出したから必ず売らなくちゃいけないわけじゃなくて、はい、うん。それで、売りに出してみて、はい、反応を見てね。はい。で、もし、いい値段で売れるようだったら、売ると。売った方が、うん、売ってもっていうことね。うん、で、それはやっぱり不動産屋さんに、とにかくそういうの相談に行って。そうですね。はい。うん。それは不動産屋の方で相談に乗ってくれると思いますよ。ああ、わかりました。うん、はい。それから、まあ、もう一つの選択肢としてね、はい、ローンがきついと。はい。はい、うん。だけども、はい、まあ、自分一人で住むには広すぎるけれども、はい。はい、例えばこれを賃貸に出せばね、はい、結構いい値段で貸せると。いう場合には、はいはい、誰かにそれを賃貸して、はい、その家賃で、ローンを払っていくっていう選択肢もありますよね。ああ、そうですね。うん。はい、賃貸ね。うん、はい。ただ、そこはやはり難しいところで、はい、賃貸に出すには、はい、ある程度部屋の中をきれいにしないといけない。ね、リフォームしないといけない。これ何かあったら、やっぱりこっちでやるでしょ、なんか。そういうことは関係ないんですか、直すとかそういうことは。あ、そうですね。何か修繕が必要になる場合には、はい、貸主として修繕をしなければいけない場面とか出てきますけれども、まあ、賃料収入がね、しっかりあって、はい、しかもまあ、通常ね、敷金とか礼金とかっていうので、はい、最初に多少こうまとまったお金が入ってくるので、はいはい、まあ、そういうのを見越してですね、はい、まあ、蓄えておいて、ね、何かの時にはそれで修繕をするというような方法もあるとは思いますんでね。はい、うん。だから、いろんな選択肢があると思いますけれども、はいはい、まずはね、やはり基本になるのは、はい、その不動産が今どれぐらいの価値があって、はい、それがローンの残高と比べてどうなのかっていう部分なので、はいはい、そこをよく、まずはそこを調べてみる、はい、そこを相談してみるっていうのが大事だと思います。はいはいはい、お分かりいただけましたか？はい、なんか、はい、とってもいいね、例をいくつもお出しいただいてるんですよね。はい、なので、はい、とりあえずそれを全部覚えてらっしゃいますか？はい、はい、メモしてあります。あ、そう。はい。だったら、それの組み合わせっていうのもありますからね。はい。はい、うん。ということで、息子さんとご相談なさって。はい、わかりました。で、地方なので、はい、実際に動くのは息子さんになると思います、ね。うん。ので、そちらの方もよくおっしゃっていただければいいかもしれないですね。はいはい、すいません。はい。ありがとうございました。はい、どうも。失礼します。失礼します。